アレル、本当に申し訳ありません。謝罪から始める手紙ほど辛いものはありませんが、私はどうやらはめられたようです。互いの思い違いを正し、神民と光の民が互いに理解できる、その調整役になれればいい。その思いから私は神器協会の執行官リトラと接触を試みました。何度かの接触で彼女から情報を得、時にはあなたたちの情報を対価として支払い、しかし全ては私の思い上がりだったのでしょう。彼らの報じる神、その真実に手をかけた私はこうして今翼を焼かれようとしている。恥を忍んでお願いします。あなたたちに伝えなければならないことがあります。どうか私を許してはくれないでしょうか。
ほら、しっかり頑張れ。さあ、行こう。あれはフランだった。待て。おい。今日は声が聞こえないの。だから戦わない。そりゃそっちの理屈。命令されたら戦うんだろうが。だったら今戦え。僕が戦ってやる。子供を盾にする気か。さて、あんたたちが子供の命も何とも思ってないこと知ってるわ。僕たちの町から出ていけ。あら、ここは私たちの町でもあるのよ。僕たちの町だ。さっさと行け。俺の気が変わらないうちに行け。ファル、ノイを探す。それが最優先だ。準備はいいか。お願い響いて、私のソウル。変なしてろ。追撃する。
そろ決めるか。このソウル届け。すまん。ノイ、俺だ、ファレルだ。どこ？ファレル、よかった、つながった。しかし、リンキ、もうすぐ。配信がさっきよりもクリアになっている。ノイは近くにいる。
何かの間違いだ。私は新民だぞ。私の天運もここまでか。バレる。すまない。ノイ。ノイを守れ。しょうがないわね。助けてあげる。お願い響いて、あたしのソウル。まだまだいけるわ。気をつけろ。楽できるかしら。日々の積み重ねが重要だ。ノイ、生きてるな。ノイ。ありがとうございます。許してほしいとは言いません。こうして助けに来てくれただけで。もういい、喋るな。殴らないと気が済まねえ。絶対生きて連れて帰ってやる。その後は覚えとけよ。ノイ、大丈夫かな。この怪我だ。治療を急いだ方がいい。ああ、死ぬなよ、ノイ。報告は以上か。はい、閣下。リトラー、機関弁明は。弁明ですって。長官は何をおっしゃるのかしら。機関のクローン兵、そして新規兵が町を、新民を襲ったことへの弁明だ。
ソウルトリガーに潜入させていたノイという男の裏切りによって今回の暴動は引き起こされました。ノイは我々の情報を盗み出しソウルトリガーへと流していたようです。その中で新規兵のプログラムを改ざんし、機関は一枚も噛んでいないという言い草だな。晴天の霹靂でした。しかし随分と手を焼いているのですね。ソウルトリガーでしたか。そんなに手こずるような者たちですか。彼らは今回、クズテツは黙ってなさい。申し訳ありません。我が研究所の可愛い息子たちを容易に壊されるのはたまったものじゃありませんわ。機関は黙って兵器の開発をしていればよいのだ。一週間の謹慎を命ずる。イシュトバーン長官、あなたの時代は